じゃあいつでもどうぞ。Thank you.
られた大倉君の気持ちになる。センチメンタルに。だから実はだからほんまか。いや嘘ですよ。真っ赤な。そういう気持ちになりきってみる。大倉君の気持ちを表現したという。実在しないや。極力ちょっと極力じゃん素晴らしい家でへこんでる車の中でへこんでるシーンを発しいいね、音楽機はもう勝手に、ね、もうそういうことやってね。そうですね、もう好き勝手想像してもらってミュージックレンズもちょっと暗めで暗めでイケイケなイケイケな感じそろそろ明るい曲やります。明るい曲やりますか、うん、しんみりと、うん、どっちでもいいね、明るくても暗くても暗くてももっと暗くてもそこと松浦君のあのこう別れる話とか別れ話多分ここまで死んでしまうと思う聞きながらもうこんな山ほど思い出したくない過去があるらしいです。そうそうでも、ね、逆に音楽ってね、何を表現するのかっていうのは、そうだね、まあ、景色であったり、うん、形であったり、気持ちであったり、いろいろなんですけどね。知らん曲がいいな。知らん曲がいい。知らん曲が超明るいやつがいいな。超明るい知らん曲。超明るい知らん曲。さっき走り出しそうな曲だった。濃い、走り出しそうな。走り出しそうな曲だった。まあ何でもそう弾いたらいいんだけどね。そういう気持ちで。どの曲でも。失恋ソングでも。失恋ソングを明るく弾くとか、まあ、まあ、オスカー・ピーターソンがそうですよね。全部明るく弾くという。あの ブルーモングとかあの走り出しそうな恋のブルーモング難しい難しいな難しい難しいとはこれもうそう言うたらやれこっちの方やったっけ。あ、僕出しの方がいいですか。僕出しに行く、どうしようかな。違うな。仕切り直して。
今後はおふざけもありの感じでやりますかなりふざけて聞いたことあります。なんだろう、有名なブルーボンク、ブルーボンクって意味は何だろう、シェロニアスモークが作った、意味は何、意味はモンクのブルース、ブルーってブルースのブルーですね、青じゃない、モンク、あ、モンクは一つもない、モンクは一つもない、ブルーやからこうなんか憂鬱みたいな、そのそういう雰囲気が入ってるんだろう、ブルース、まあでもブルースっていう意味ですね、多分そういう意味だろ、でも暗い曲ですよね、まあ、ね、だから、うん、ちょっとブルーな感じ、ブルーになってる、うん、そのこうお互いにこうやってるのあれなんかブルーっぽかったよ、いや、ブルースは難しいぞ、明るく難しい、うん、そうね、あのブルーな曲を明るくやったり、ほんまにブルーやったり、いろんなやり方あるもんね。そうですね。ほんま割と歌詞がついて、歌なんかで歌うとすると、やっぱりちょっと言葉に左右されがちだと思うんですけど、うん、楽器奏者はどんな風に弾いてもいいので、そこは面白いところですね。うん、何しましょう。さて、次の。Thank you.
こういったギリギリのなんか、ギリギリのやつ。そうですね、星に願いです。あ、星に願いです、はい。まあ、そういうのクラシックがキスになるともなんかもろたい感じやな。そうですか。ここよくジャズっぽくないって言われることも多いんですけどね。多いんですか。そうなんちゃうんじゃない。いや、その前半のな、ああいう激しいのもいいし、こういうのもいいし、何でもええな。何でもええな。何でもええな。いや、もう褒め殺されてんな、どうやって。さっきから。ええわ、ほんま。ほんま最後や。で、あと何曲ぐらいですか、マスター。ずっと眼鏡を聞いて。さあ、どうなってますかね。そろそろですかね。そろそろですね。Thank you.
で気持ちよく恋をしてる。気持ちよく恋をしてる。ハッピーな感じの。ハッピーな美しい感じ。ハッピーエンド。未来明るいような感じ。マイロマンス。インフラ。じゃあ最後にマイロマンス。明るいやつ。
最後は可愛らしい。可愛らしい。可愛らしい。ええなぁ。最高。山田さん、オリーバーで、ここのね。